サラ,サラエボ事件、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 サラエボ事件は、1914年6月28日に、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の皇帝、国王の継承者、フランツ・フェルディナントとその妻、ゾフィー、サラエボ、当時オーストリア領、ンボスニア・ヘルツェゴビナ領を視察中、ボスニア出身のの青年ガブリロ・プリンツプによって暗殺された事件。この事件が、 きっかけとなって第一次世界大戦が開戦した。ボスニア・ヘルツェゴビナは1878年のベルリン会議でオーストリアが占領し、その後1908年には正式にオーストリア領に併合されていた。多くのボスニア住民、特にボスニアのセルビア人住民はこれに反発し、セルビアや他の南スラブ諸国への統合を望んでいた。 オーストリア当局はセルビアにとって重要な祝日であるセービゥスの日にあたる6月28日をフェルディナント大公のサラエボ訪問の当日に設定した。この日はまた1389年にセルビアがオスマン帝国に敗北を起死したコスボの戦いの行われた日でもあったため皇太子夫妻の訪問はセルビア人の神経を逆撫でする結果ともなった。 また、6月28日は、大公夫妻の14回目の結婚記念日でもあった。大公の日、ゾフィーは、ボヘミアの伯爵家出身の皇族日付女官であり、身分的には、フランツ・フェルディナントとは、全く釣り合っていな帰遷結婚であった。このため、ハプスブルク家は彼女を皇族の一員とは認めておらず、ゾフィーは、公式な場に、夫と夫妻として出席することも禁じられていた。 しかし、この時には結婚記念日であり、また本国から遠く離れたボスニアへの視察ということもあって、夫妻が同伴することが特別に許可された。なお、オーストリア政府には事件前に黒手組に関する情報が届けられていたとされるが、当局の対応は極めてずさんなもので、黒手組の動きを察知していたセルビア政府も、彼らを国境付近で逮捕する命令も出していたが、 当の国境警備員が黒手組のメンバーだったために逮捕に失敗してしまった。計画結婚後に自殺するための生産が全員に配られた。事件の正確な経緯は明らかとなっていない。この節で示すのは互いに矛盾する目撃者からの情報を集めたものである。午前10時15分に4台の車からなる車列が1人目の暗殺犯の前を通り過ぎた。 彼は窓から太鼓を狙撃しようとしたが、引き金を引かなかった。10時頃、二人目の犯人が手榴弾、またはダイナマイトを太鼓の乗る車に投げつけたが、爆発に時間差があって、後続の車の12名が負傷した。車列はスピードを上げて、視聴者に向かった。車が視聴者に着いた時の映像が残されており、運転手が車の後ろをチェックする様子が映っている。 サラエボ事件当日の映像は、この後の対抗らが、視聴者を出る時の映像とこれの2点のみである。失敗したチャブリノビッチは、毒を飲み川に身を投げたが、彼は、水深が10センチメートルしかない川から引きずり出された、あと、身柄を警官に拘束されるまで民衆から手ひどい、暴行を受けた。爆発音を聞いて、残りの暗殺犯の数名が持ち場を離れた。 視聴者に到着していたフェルディナント大公は予定を変更し爆発で怪我をした者を見舞いに病院へ向かうことにした。一方、食事をとるためにプリンツープが立ち寄った店の前の交差点で病院へ向かう大公の車が道を誤り方向転換をしたことでプリンツープはその車に大公が乗っていることに偶然気がついた。 ちょうどサンドイッチを食べた後だった、彼はピストルを取り出して、車に駆け寄って一発目を妊娠中の日、ゾフィーの腹部に二発目を大公の首に打ち込んだ。大公夫妻はボスニア総督関係に送られたが、二人とも死亡した。暗殺に成功したプリンチップは最初は毒を仰いで、次にピストルで自殺を図ったが、拒否反応で毒を吐いてしまい、ピストルも奪われて自殺できなかった。 当局の尋問の間、プリンセプをはじめとする暗殺犯たちは、目標を貫いていたが、が自白し、武器が、セルビア政府の支給品であったことを告白した。オーストリアイコール、ハンガリー帝国政府は、セルビア政府を非難し、セルビアにとって、受け入れがたい要求を含んだ、最後通帳を突きつけた。オーストリア政府はセルビアが48時間以内に、 無条件で全条件を受け入れなければ、戦線布告することを通告した。セルビア政府は2点のみを除いて、この要求を重諾した。しかし、1914年7月28日、オーストリアは無条件での受諾を求める事前の通告通り、セルビアに対して戦線を布告し、これをきっかけとして第一次世界大戦が勃発した。暗殺犯たちは、逃走した。 メフメトバシッチ、青年であったために1915年に、公主刑となったイリーッチを除いて、懲役刑を課せられた。終身刑のプリンズイプ、1918年、懲役刑のチャブリノビッチ、1916年とグラベジュ、1918年は、獄中で結核のために死亡している。メフメトバシッチは、 第一次世界大戦後に帰国して服役した後1919 19年に出所、1943年にサラエボデウスタ社により殺害されている。ポポビッチとチュブリロビッチは終戦直後の1918年に出所。ポポビッチはサラエボ博物館の学芸員を務め、1980年に死去。サラエボ事件当事者最後の生き残りとなったチュブリロビッチは、 ベオグラード大学教授、ユーゴスラビア森林省を務め、1990年に死去した。第一次世界大戦後から、ユーゴスラビアの崩壊までプリンチープは、セルビアの愛国者として商用された。暗殺現場付近の橋は、プリンチプ橋と名付けられたが、現在は、元のラテン橋という名称に戻されている。 現在、ボスニア・ヘルゼゴビナの首都であるサライボでは、2014年6月28日、平和を願う記念行事が開かれたが、セルビア人を犯罪者扱いする文言があるとして、隣国セルビアの首脳が出席を拒否する事態となった。ボスニア・ヘルゼゴビナ国内には、プリンセプをテロリストとみなす意見と、英雄とみなす意見の両方が存在する。前日27日に行われた、 プリンツープの銅像の除幕式では、拍手が巻き起こり、プリンツープの T シャツを着た、見物人などが銅像を一目見ようと集まった。セルビアの週刊誌、ブレーベ、2013年10月31日号、によると、以下の内容の変遷をたどっている。対抗夫妻の乗っていた自動車については、事件後に、複数の所有者の手に渡り、 皆悲惨な最後を遂げたという都市伝説が語られることがあり、最終的に博物館に所蔵されていたが、第二次世界大戦中に爆撃を受けて失われたと続く場合もある。実際の車両はウィーン軍事史博物館に保存展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。